五十嵐。サンキュー。七、ナイストス。まあな、当然っしょ。うわ、言うね。キッド。キッド。キッド。もう。尊い、超尊い神様。今日も生きる糧をありがとうございます。わあ、起きた。大丈夫？見えてる？かえちゃん。あーちゃん、私覚えてない？体育の時に七島が突っ込んできて下敷きになったんだよ。ああ、そうだった。すんごいクリティカルにぶつかったよね。ああ、だってほら、ついガン見しちゃって。失礼します、セリヌマ先輩。大丈夫そうならベッドを開けていただけますか？他に具合悪い子がいるので。あ、ごめんなさい、しのむやくん。今出ます。行こう、あーちゃん。あ、うん。まったく、元気じゃないですか。はぁ、あ、あのね。いいから、いいから。何今の子、なんか美少年だけどきついね。でもほら、そこがいいっていうか、美少年は毛高く積んであるほど美味しいでしょ。確かに、冷たくされると逆にグッとくる。あれ、セリヌマさん、どうしたのその顔。むつみ先輩、体育でちょっと。そうなんだ、大丈夫？全然。はい、すいません。そう、よかった。カエちゃんって何気にイケメンに縁があるよね。そうかな。むつみ先輩いいよね。私も入ろっかな、歯学部。でも、まあ、縁あったってさ。セリヌマさん、大丈夫？あ、うん、よかった。すっげえ派手にぶっ飛んだから心配したよ。ナナ、なんだよ。謝れよ、ほら、お前のせいだろ。あー、悪かったな。うん、いいよ、七島君は大丈夫だった。俺はお前の肉布団のおかげで無傷。肉布団な、ナナ、お役に立ててよかったです。ナナ、お前は一択。とにかくごめんな。びっくり。何あれ、謝ってるつもり？七島ってほんと顔だけっていうか、気にしちゃダメだよ、かえちゃん。あーちゃん、見た？七島がやったことなのに五十嵐が謝ったよ。カップル？カップルなの？カップルだよ、黙れよ。少しは気にしなよ、かえちゃん。いいのいいの、燃えられれば幸せなの。今日のミラサがシオンのメイン会だね。そう、超楽しみ。実況メッセ送ったらごめんっていうか絶対送る。いいよ、また明日ね。バイバイ。そう思ってたの、あの日までは。真っ暗な空へ伸ばした愛しの祈り、闇をもきに咲く光。こいつは強いぜ、面白い。しもう、今日の作がめっちゃ嫌い。嘘だろ、立ち上がってくれよ。アンシャニエートは誰が救うんだ。しよう。セリヌマ帰。セリヌマは今日も休みか。もう1週間もお休み。連絡もつかないし、ツイートも止まってるし、大丈夫かな。帰、帰。閉じこもってないでいい加減出てきなさい。ご飯も食べないで、もう。タクロ、あんたどうにかしてよ。ええじゃなくって、妹が心配じゃないの？毒性なあのデブ。おいデブ、とっとと起きろ。風呂入って飯食え。デブ保てなくて死ぬぞデブ。いやー、いやーじゃねえよ。
母ちゃんに心配かけてんじゃねえっつーの。ほら、わかったよ、髪の毛ベトベトだ。お風呂入らなきゃ。母ちゃんに話聞いてもらおう。しよう。何？ん？何のポスター？あれ？え？お母さん！ただに憧れてる！大変！やっぱり彼なのね！うわー！マジか！嘘でしょ？こんなことありえないけど、現実なのだから仕方ない。おはよう。やだ、すっごい見られてる。変かな、制服サイズ無理やり合わせてきたし。あー、やっぱ休めばよかった。あ、あーちゃん久しぶり。連絡しなくてごめんね、スマホ壊しちゃって。その声もしかしてカエちゃん？嘘だろ、セリヌマ、マジで？嘘！なんで何があったの？どうしたんだよ！やめろよ、怖がってんだろ、落ち着けってみんな。大丈夫？ありがとう、イガラシ君。ごめん。うわぁ、マジかよ。痩せて可愛くなるとかやべえわ。なあ、七島。大丈夫？で、おい、七島。ウケるわ、マジ。そこそこイケてんじゃん。おい、ナナ。でも元はあれだもんな、あれ。カエちゃん。あ、泣かした。ああ、どうすんの？ひどい。俺？私、七島くんを見るとシオを思い出しちゃう。何してんだ、走るなよ、危な。篠宮くん、ごめんなさい。ま、待って。何？いや、保健室。そうだ、転んだの保健室に行かないと。篠宮くんが優しい？あのツンの見本みたいな子が？失礼します。あ、むつみ先輩？ん？どうしたんです、その怪我。いや、木から降りられなくなってた猫を助けたらすっごい引っかかれた。何やってんですか。セリヌマさんこそどうしたの？ああ、今。ん？何？篠宮くん。名前。え？セリヌマさん？セリヌマカエさん。嘘だ！私があまりに変わったんで、わからなかったのかも。確かに少し細くなったみたいだけど、セリヌマさんってことぐらいわかるよ。むつみ先輩くらいですよ、すぐわかってくれたの。だって、優しいところは変わらないじゃない、セリヌマさんだよ。ありがとうございます。そうだよね、私は私だよね、何も変わらないよ。セリヌマさん、次の日曜映画とか行かない？え？イガラシ！待てよてめえ、セリヌマには俺が。ノノ。あ、いた！セリヌマ先輩、少しお話いいですか？まあ、セリヌマさん、ちょっと話が。そう、変わらないはず。どうかな。おお、かわいいけど、やっぱデートにショーパンはな。よし、次こっち来てみて。また文句言わない。服貸してって言ってきたのはカイちゃんでしょ。はい。いや、しかしデートか、カイちゃんがね。デートなのかな、これ。そのカットソーどう？ちょっと胸きついかも。あ、そう。まあいいじゃん、彼氏作りなよ。でも私そういうのわかんないし。美しい、完璧な、このまま永遠に見ていたい。
セリヌマさん、こっちこっち。遅れて、ごめんなさい。いや、全然。かわいい。ちょっとお手洗い行ってきます。邪念よされ、邪念よされ、邪念よされ、邪念よされ。セリヌマさん、しー、五十嵐君、みんなは？いいから、ちょっとだけ来て。なんで？五十嵐君？ごめん、二人きりになれないならちょっとだけ独占させてね。どうしよう、なんだかすごくドキドキする。笑って。ナナ、よくわかったな。お前の考えてることぐらい読めんだよ。